どうも、シーバタです。これね、まだ挑戦してなかったんだけども、これ闇の歴流、火、木、光3色限定。これね、今日やろうと思います。でも、まあ俺、あれバステと思ってるから、多分フレンド串灘で余裕のはず。3色限定のダンジョンなんて負けたことないから。ということで今日は、串灘バステとのコンビで、楽々クリアします。バステと串灘ね。もう大体もう3色ってなったら、これで絶対勝てるから。もうね、はっきり言ってね、もう、サブのメンバーなんかどうでもいいんだよ、こんなの。楽勝でしょ。ということで行きますよ。こんなんね、考えなくていいんですよ、こんなのは。ほんとマジ適当でなんとかなるから。まあ。いくよ。はいはい。いや、これマジでも簡単すぎないかな。ちょっと簡単すぎるかもしんないな。うん、楽勝。まあ、10ターンあるんだ。ボスまで10ターンあるんだったら、エキドナも溜まるし、まあ、なんも問題ないね、ほんとに。スキル止めもする必要ないしな。いや、ほんと、なんの問題もないよ。もう俺は、もう最後に心配するのは、この動画が、あまりにも簡単すぎて、面白いのかどうかっていう、ただもうその一点だけ。正直、簡単すぎるなぁ。もう行くでしょ、一撃で。行くでしょ。おーっと、ここが意外と手強かったかな。うん、まあ、難なくですね。楽勝だね。強敵ケルベロスか。まあでも一応エキドナあるから、まあ一旦はちょっと様子見て、攻撃一旦はちょっと様子見よっか。どんぐらい減るかだけ見とこっか。これ倒せそうな気もするんだけどね。あ、なんだ、楽勝じゃん。なんだよマジで、全然ピンチになんないじゃん。おー、ここでエンジェルか。まあでもこいつも弱い。多分相手になんないでしょ。一撃じゃ死なない。あ、一撃で死んだ。なんだよ。雑魚じゃん。やべえな、これ動画としてつまんないだろ、こんだけ楽勝だと。うーわ。
引くなぁ。何にも考えてないよ、俺、コンボ。盤面。うわ、これ。簡単すぎだろ。ちょっと引くわ。ねえ。楽勝すぎない?ああ、つながる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 よ。おーっと、一応クシナダ使っとくか。でもまあ多分このターンで終わるでしょう。どうだ?はい、楽勝!簡単すぎでね。簡単すぎ。ここ美味しいな。オケルベロス。初めて落ちたな。どれ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 。狩りだ。3コンボ以上で攻撃力が2倍。闇属性の特大ダメージで攻撃。特大ダメージどんぐらいなんだろうな。これが気になるけど。まあでもあんまり使わないだろうな。簡単だったね。余裕すぎでしょ。あ、ちなみにね、経過報告なんだけど、はい。僕の悪魔アパ。今日ちょっとね、魔法石使ってね、ルビドラ、超ルビドラ回って、アカソニアがレベル、51と60ということで、レベル上がってます。で、ハクも究極進化しました。でね、もうかなりね、完成に近づいてる。あとはもう全員レベル上げてスキルマするだけ。っていう感じで、悪魔アパ、完成に近づいてます。ということで今日は、超簡単ダンジョン闇の歴流を、バステとクシナダのコンビで、クリアしました。パズドラはこれからね、なるべく毎日、いつもの動画とはね、別にね、1本あげようと思うんで、皆さん見てください。ということで、柴田でした。